こんにちは。チベットテレビのジャストです。チベットディスウィックでは、チベットやタレイラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。タレイラマ法王と中央チベット政権はイギリス新首相の就任を祝福されました。タレイラマ法王は89歳の誕生日にご自身の健康状態が良好であることを明言されました。世界各地で祝賀行事が開催されました。 メンバシン主席大臣はラダ d クとアメリカへの公式訪問を開始しました文部省のタランプマ・マチャンラ大臣は東京大学のセミナーで講演されましたロマゲリ大臣は元政治犯であるコ・ジャドル・クンソー湾出の追悼式に参列しました アイライ法王とペンバチン出席大臣はケアスタ魂に書簡を送り先日の選挙での党の勝利とイギリスの首相就任を祝福しました書簡の中で法王は「世界は困難な時期に直面しておりますます相互依存が進む世界においてイギリスは平和と安定に大きく貢献する機会を持っている」と述べられました 法王は長年にわたりチベット人を支持してきたイギリスの人々に感謝し信州省がイギリス国民の願望を実現するためにあらゆる成功を収めることを祈られましたペンバスン首席大臣は18世紀以来のチベットとイギリスの長く独特な歴史的関係を大切にし信州省のリーダーシップの下でチベットの大義に対する新たな関心と支援が得られると確信しました。

tā ādabadu shi kya wāng ka chān di kīni kāntā pio chīna zimni mānggúchikli yā pānta kāṋsam shi kāntā tsōhu mi tēnpē shamdi ngay kāṋsam shi chū yorī tautūnya ngay mūtīni

ビデオの中で法王はもうすぐ90歳になりますが膝の手術後の足にわずかな違和感がある以外はどこも悪いとは感じていませんと述べられました7月6日ダレイラマ法王の89歳の誕生日を迎え中央チベット政権を中心にチベット人たちがラカの中庭に集まりチベットコミュニティ最大の祝賀行事を執り行いました 主品であるシーキム州の首相プリムシン・タマン氏をはじめとする貴賓がイベントに花を添えました。その中にはシーキム州立議会議長のミマノ・ブシェルパシー、アルナジャプラディッシュ東部選挙区を代表するロクサバ議員のタピルガオ氏シー、シキム州の他の多くの高官や大臣も含まれていました。またカナダのオンタリオ州立議会副議長のブティラカブチ氏、スイスチューリーヒー州 マイレンチ区のエトビルアムゼ市長のナムギャル・カンションさんも出席しました。ペマシン出席大臣とチベット議会のスナムテンベル議長による内閣とチベット議会の声明発表の後、貴賓たちはタレイラマホーの89歳の誕生日への祝意を表しました。I wish your lovely t u n g a I wish His Holiness a very, very long life.I wish him a happy birthday and p e r g a l o But imagine, imagine a 24 year old having this vision for his people in exile and dedicating the next 65 years of his life to achieve it. We are products of his tireless work and his sacrifices. I am a product of his tireless work and sacrifice. We are all his legacy we are here and we are who we are because of him on the special occasions we not only celebrate the birthday of reverend spiritual leader but also honor a man who has dedicated his life to the principle of peace compassion and understandings his holiness' journey has been one of the rare remarkable courage and unwavering commitment to the well-being of not only his faithful but also the greater good of humanity. i am deeply humbled that i am fortunate to announce such worthy offering upon his holiness on this special day. イベントではダラムサロのチベト学校地域のチベト教会、チベト舞台芸術団ティーパによる書きある文化パフォーマンスや重要な文学作品の発表が行われました。 25年間の勤務を終えた6人の公務員がチベト公共サービス委員会によって表彰されました同様に2人の公務員がその際立った功績に対して優秀賞を授与されました毎年のようにダレイラマ法の誕生日はチベト人とチベト支援者によって世界中で祝われます インド各地のチベト人居住区世界中のディアスポラチベトコミュニティ学校・総院・チベト事務所ではそれぞれの代表が地元政府役人や著名なゲストを招き歓喜に満ちた祝賀会が行われましたこの日デラドゥンではチベトコミュニティの約250人のメンバーが市内で3,000本の苗木を植えました また歴史上初めてモンゴルでもダレイラ魔法の誕生日が大規模なイベントとしして祝われました。ロシアモンゴルおよび CIS 諸国の代表であるテルトゥクリンブチェが首都ウランバトルで開催した慈悲の祭典には宗教界の重鎮外国大使その他の著名なゲスト600人以上が出席しました。 今週月曜日、地方チベット政権の弁ン,ン主席大臣が2週間の公式訪問のためにラダークの礼へ出発しました。7月18日から8月4日まではアメリカ学習への公式訪問も予定されています。今週月曜日、地方チベット政権内務省大臣である弁ン,ン主席大臣がラダークに到着し、インドのチベット人居住権の公式ツアーの 第2弾の一環として、チベット人居住区やチベットコミュニティの主要なオフィスへの訪問を開始しました。到着時には、主席代表役員のトゥンドプラシー氏、地方チベット司法委員のペマサンポ氏、地元チベット議会議長のトゥンドプツリン氏、総員、チベット医学研究所、チベットプライマリーヘルスケアセンター、チベット学校、その他のチベット市民団体の代表者たちによって温かい歓迎を受けました。 内務省の共同秘書官であるテシ・ディキーシーや視察チームの一員である SARD の代表者もこの還元に参加しましたその後首席大臣は初日の公帝の一環としてチョクラムサルにあるチベット事務所及び進行中のプロジェクトの視察を開始しました これには、首席代表役員事務所、地方チベット司法委員会事務所、チベットプライマリーヘルスケーセンター、地方チベット自由運動事務所、チョグランサルに拠点を置くロペメンツィカン、地方チベット議会のプロジェクトサイト、地方チベット共同組合の事務所、そのケーブル事務所及び店舗が含まれます。 首席代表役員のテンドゥルタシ氏によると首席大臣はこの公式訪問中にスナムリングとすべてのジャンダン居住地を訪れ公共に向けた演説と各地域で進行中のプロジェクトの視察を行う予定ですさらにラダックの著名な指導者や連邦調達寮の役員との会談もプログラムに含まれていると述べました。 今週月曜日、ダレイラ魔法日本代表部事務所がホテルオクラにいてダレイラ魔法の89歳の誕生日祝賀会を開催しました。多くの日本人、モンゴル人、中国人、その他のコミュニティの人々がチベット人と共に祝賀に参加しました。当日は日本の国会議員や地方議員、様々な寺院や神社の住職や僧侶、知識人や大学居住、チベット人支援者など約200人が集まりました。 北は北海道南は沖縄九州四国奈良大阪など遠方からも多くの人々が祝賀会に駆けつけダライラマ法の世界平和と調和の展望に対して大きな支持を表明しました。 今週月曜日中央チベット政権のタラムロマチャンラ文部大臣が東京大学コマ場キャンパスで開催された中国の植民地的寄宿制学校占領下に置かれた民族のアイデンティティを抹殺する逆な計画と題されたセミナーに出席し講演を行いましたこのセミナーはチベットハウスジャパンと西部チベットネットワークが少数民族代表会議の協力を得て開催したものです 日本チベット国会議員連盟のメンバーである石井光子氏はチベットや他の占領された民族の正当な大義に支持し日本の国会議員は少数民族の子どもたちから言語と文化を奪う中国の政策を止めるために活動していくと述べました。タラランンマ・チャンラ文部大臣は、学生たちへの講演で、 中国が1950年のチベット占領以来チベットのアイデンティティ言語宗教文化を破壊しようとしてきたことそして今もなおそれが続いていることについて話しました大臣は連帯を呼びかけ中国政府にこれらの寄宿学校を閉鎖しその破壊的で危険な政策を直ちに止めるよう求めました タレイラ法日本代表部事務所の代表であるアレアツ・ワンギャブ博士はチベットにおける中国の植民地的寄宿制学校の性質とそれが子どもたちにどのような影響を与えているかについて簡単なプレゼンテーションを行いました。また東京放送の TBS による植民地的寄宿制学校に関するビデオとその寄宿学校での悲惨な経験について子どもたちの表現を紹介しました。 セミナーには多くの日本人、中国人、モンゴル人、台湾人、香港人が参加し、熱心に議論しました。シベト行動研究所の中国の植民地的寄宿制学校に関する報告書の日本語版が登壇者や参加者に配布されました。 地方チベット政権のタラムロマチャンラモン大臣は、日本での3番目の訪問先として、東京の長田町にある国会議事堂を訪れ、日本の国会議員によるチベット支援グループのメンバー及びスタッフと会談しました。日本チベット国会議員連盟の会長である下村博文氏、石井光子氏、竜博文氏、その他のメンバーが国際会議場で大臣を出迎えました。 大臣は国会での講演で日本の議員国民政府がチベットの自由と正義の闘争を強く支持していることに感謝の意を表しました大臣は議員たちにチベットの現状を報告し中国共産党がダレイラマ法の転生者の先定に関して行っている根拠のない主張やチベットの植民地的基礎性学校について説明しました また最近の米国議会決議チベット中国間の紛争解決促進についても説明し日本の国会にも同様の支援を求めました大臣はタレイラマ法の先日の米国訪問についても報告し膝の手術が非常にうまくいき法が元気で健康であることを伝えました ダレイラマ法日本代表部事務所の代表であるアリアツワンギャブ博士はチベットの危機的状況と中国共産党がチベットの宗教、文化、社会問題に干渉していることについて議員たちに説明しました。7月5日、公安省のギャリルマ大臣がマクロードガンジンのバクスーロードにあるコミュニティホールで開催された厚生事犯ジャドルプンゾーゴン中心の追悼祈祷会に出席しました。 ジャドル・ピンソ・ワンジューシーはロガキョンジ軍のパリ村で生まれました。ワンジューシーは1900年5月にチベット独立と中国軍のチベットからの追放を求めるポスターを掲示する組織的な活動の途中に逮捕され、釈放されるまでの約10年間、ネドン刑務所とドラッチ刑務所で服役しました。 社交後2000年にインドに亡命した後は2004年から2010年までチベト政治犯運動の初期を務めました。ワン・チョクシーはつい先日2024年6月20日にニューヨークシーで亡くなりました。これで今週のニュースは以上です。チベトテレビをご覧いただきありがとうございました。